久米島町 A バスは沖縄県島尻郡久米島町の久米島内で運行されている自治体バスである。久米島内で路線バス4路線を運行している。道路運送法78条79条に準拠して運行される自家用優勝旅客運送で白ナンバー車の自家用バスが使用される。主幹は久米島町産業振興課。久米島では久米島交通が 島内の路線バスを運行していたが、1996年に路線バス事業から撤退しかしきり、観光バスのみとなり、路線バス事業は、島内の中里村、串川村両村による事務組合が運行する自家用優勝旅客運送となった。2002年4月に両村が合併した後は、町営バスとして運行されている。は一部の便のみが経由する停留所。 島東部のイーフビーチ近くにある営業所を起点とし、主に県道89号線、県道242号線を通り、約45分かけて島を一周して営業所に戻る路線。島内を時計回りに一周する右回りと、島内を半時計回りに一周する左回りがあり、どちらも1日5本の運行。金臼区港ターミナルには、左回りのうち3本のみ立ち寄る。 2010年よりワンステップバスが導入されている。県道89号線を通り久米島町中心部と久米島空港を結ぶ路線。久米島町市街地周辺や大島にあるリゾートホテル前のバス停を通る。航空機のダイヤに合わせて運行している。空港発は航空機到着後20分後の出発で、営業初発は航空機出発の1から2時間前である。 営業初発と空港発では、経路が多少異なるため所要時間も異なり、全区間の所要時間は営業初発が約35分、空港発が約40分。下記に運行される東京羽田空港久米島間直行便に接続する便は、公立久米島病院前を経由しない。空港行き2本のみ、金城区港ターミナル前を通る。 2010年よりワンステップバスを導入しているほか、宮崎駿がデザインしたクメバスも使用される。クメ島町中心部と島南部の島尻を結ぶ路線。所要時間は片道約15分。午前中に1本、午後に島尻で折り返して、同一経路で営業所へ戻る循環2本が運行される。午後の1本は玉美中学校の休校日は運休する。 営業所から久米島町中心部を通り、久米島高校前で折り返して営業所へ戻る路線。登校時と下校時に各一本の運行で、両弁は経路が若干異なる。全区間の所要時間は約50分。休備中学校の休校日は運休する。2016年3月末現在で29人乗り2台、50人乗り1台、55人乗り1台。 五十八人乗り一台を保有している。公共施設久米島町 A バス久米島町、串川村、中里村合併協議会開放、合併第二十二号、総務省合併デジタルアーカイブ久米島町 A バス、新デザイン宮崎駿監督が、イラスト琉球新報、二千十六年四月八日、平成二十八年度業務外協内閣府、沖縄総合事務局 p、p 三十五 ありがとうございます。